和紙下町探偵団源さんです。今日は、今日もまた下町ハンバーガーね。ここなんか洒落たあの雑貨だね。日本橋小舟町一番エリア内の西側、ここ曲がったとこなんだよ。ちっちゃい店なんだよ。ルクスって店。あれ。なんかね、前、レストランかなんか行ったんだけど、なんかハンバーガーになっちゃったみたいな。これでルクスって読む。ここね、ラムなんだよ、確か。ラム肉のハンバーガーだと思ったよ。ラム肉の鉄板ハンバーガー。かな。ほら狭いでしょ。結構間口もこれ終わりだから、じゃあちょっと入ってみようか。ね、あれで終わり。そんな広くないでしょ。あ、でも1日の奥にもなんか席あんのかな。今お客さんほとんど入ってないから仕切ってるかもしれない。サルサバーガー、いや、シンプルなのでいいと思うな。やっぱリュクスストレートバーガーがいいかね。なんか偉いんだね。いろんな偉そうな人と会ってるよ、たくさん。日本ソムリエ協会とか所属してるのかな。イタリアのね、イタリアのお店なのかな。ルクスって言わないよね。英語じゃないよね。でもウェルカムトゥって英語か。なんかね、独特のね、食べ方があるみたいだよ。冷凍ソースを混ぜてソースをかけて、それからバンズとパティを紙に入れてトッピングを挟みます。トッピングともサラダだろうな。格別特別でもないね。普通だよね。例によってジンジャーが出てきた。飲もう。やっぱりね、イタリア系ハンバーガーなんだって。でイタリア系ってどう違うんですかって言ったら、聞いた人は悪かった。バイトのお兄ちゃん、イタリア人で説明ができなかった。日本語は難しいね。この人は言わないけど、むき出しの壁は欧米って感じ。イタリアなのかな、これ。
タリアってギリシャみたいな気がするけどな、足の中だ。ストレートバーガーです、はい、ありがとうございます。ラムバーガー、はい、ラムストレートバーガーですね。はい、どうも。ラムの臭みみたいな、なんか感じるな。どんな味なのかね、食べてみよう。もういいな、かき混ぜるんだね。かき混ぜたら野菜の上に、この野菜をパティにかけると、まあ、野菜を好きなだけかけるって書いたんだけど、まあ全部かけちゃうよね。これさ、すくうのにさ、スプーンの方が楽だと思うんだけど、ナイフフォークしかないんだよな。まあ食べてみましょう。ちょっと今までにない、食べたことない味だな。野菜が変に新鮮だし、あとラム肉ってこともあるよな。ラム肉バーガーはコガネキッチンでも食べてんだけど、なんかちょっと違うかな。まあビーフとは違う、そんな感じ。ケチャップとかマスタードとかないんだね。やっぱりこのソースと、こっちもソースか、こっちとこっち、このソースをポテトをつけて食べるのかな。しょうがないから、このソースをポテトに使おう。ごちそうさまでした。よくよく考えてみるとさ、店3人で回してんだけど、オーナー以外みんな外国人、お客も外国人、この店にいた日本人はシトーナーだけ。やっぱ印象としてはね、バンズはちょっとね、ふわふわではないね、ちょっと固め。イタリアはみんなこうなのかな。うん、なんかいろんな意味で今まで行った店とはちょっと違う感じでした。じゃあ今日は帰ります。おしまい。どういう人だ。彼がこの人がサリンさんですね。もともとこのオーナーでずっとやってたんですよ。オーナーの人はどの人ですか。あ、この人です。バングラディッシュの。あ、この人がサニーさん、はい、そうです。そういうことか。わかりました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。はい、今ちょっと見せた写真、この人サニーさんって言うんだけど、バングラデシュ系のフレンチなんだって。もともとそう言われてみると今更だけど、フランスの国旗になってる。でルクスって高級なとかそういう意味あるらしくて、英語らしいよ。高級なハンバーガーって意味だよ。でこのサニーさんって人がオーナーで、今店の中にいた人はシェフ
店長そんな感じみたい。だから正式名称リュクスバーガーズサニーズテーブルですね。まあサニーさんのお店ってことだ。うん、なるほど。でもちっちゃいながら頑張ってやってるよね。ハラルをやってるんで、なんか基本お客さんは外国人の人、イスラム系かなの人が多いみたい。ランチはさすが日本人多いみたいけど、ちょっとねえ、全員外国人、全員ほとんど外国人、ちょっと異様な空間でした。じゃあ今日はこの辺で終わらせていただきます。これでいいのだ。